なんだったら、まあ、帽子僕かぶって、ザボメの T シャツと、ザボメの服みたいなの着てたら、なんか紛れそうなんじゃないかな。いやいや。皆さんこんにちは。みけです。サミです。はい。自分がグループに入るとしたら、どのグループに？自分がハロプログループに入るとしたらじゃないですか。あ、そうやな。自分がグループに入るとしたら。ハロプログループに入るとしたらじゃないですか。自分がハロプログループに入るとしたら、どのグループに入りたい？どっちから発表する？じゃあ。じゃあ、僕から。はい、どうぞ。はい、僕は、アンジュルムです。理由は、上下関係もあまり少なそうで、楽しそう。だからです。楽しさ重視。そう、楽しさ重視。パフォーマンスとかもこういう系やし、楽しい系の曲とかもいろいろあるから、もし自分がアイドルになるんだったら入ろうかなと。あ、結構しっかり自分がアイドル目線で考えたってこと。そう。あ、すごい感じかな。ダンスは得意ではないので、仮にモーニング娘。とかに入ってしまったら、あのフォーメーションダンスとかでできない。全部無理なんじゃない？全部のグループでもさ、やっぱ歌とダンスだからさ、うん、リズム感とかだからさ。特に、特にモーニング娘。はフォーメーションで、一人が変なやったら、まあ、曲数とかも多いし、うん、結構頭がね。そう、大変。大変そうだもんね。うん、かといって、まあ、アンジュルムが簡単っていうわけでは。めっちゃむずいよ。ないけども、まだ、楽しそう。楽しそう。ところがね。うん。うんうん。あと、モーニング娘。みたいに、お弁当を、年上順から取らなくてもいいと。うん、じゃんけん。うん。ね、取れるという部分もあるかなって感じかな。うん、まあ、アンジュルムが一番入りたいグループになると。まあ、タケちゃんも卒業するんで、まあ、年齢も僕が一番上になるから、まあ、リーダーとしてちょっとみんなをちょっと引っ張っていかないと思ってます、うん、引っ張っていく立場急に。そうそうそう、もう新加入でもう即リーダー。あ、もう引っ張っていきたいと。そう、なるほど。ちょっと革命をね起こそうかなと思ってます。もしアンジュルムに入って、うん、なんかこうやりたいこととかある？この曲やりたいとか、ここ歌いたいとか、まあ、それ以外でもこのメンバーと何したいとか。大器晩成の一番美味しいところ。ああ、落ちサビのところね。そう、歌いたい。うん、うん、歌えないけど歌えたらね、うん、歌えたら、歌えたら歌いたい。そう、歌いたい。絶対カメラに映るし、歓声ももらえるしね。歓声ももらえるし、今ならね、特に、うん、まあ、歌だったら大器晩成とか、あとアンジューってやつ。あ、愛すべきヒューマンライフ。あ、そうそうそう、とかだったら多少踊らんくてもちょっと許されるから、うん、あとなんか楽しめる系の曲ね。そうそうそう、ガチガチのダンスナンバーじゃなくてね。そうそうそう、しっとり系とかだったら、うん、図体もちょっとでかいから隠れられないんで図体はこのままのイメージなんで、そう、隠れられないんで、できるだけ大きいメンバーの横にいとこかな。そこまで高身長いないけどね、今はね。174ぐらいあるかな。175ぐらいの人いないと、うん、まあセンターはちょっと厳しいかな。でかすぎちゃうもんね。やっぱサイド、結局多分両サイドのどっちかにね、うん、いいんじゃない、センターで。逆にセンターが大きくて脇にこう、ああ、まあ、リカことの新芽っていう感じ。目標はリカことの新芽になるかなと。めっちゃダンス頑張るな。もうちょっと痩せないとまずあかんかな。確かに、うん、まあそんな感じですかね、はい、アンジュルムになります、うん、はい。サビさんは？私はジュースジュースです。うん、なんか悩んだ。でも結構、ちなみにどこと？でもいろいろやっぱそれぞれ良さとか、なんか、うん、何やっぱ特徴それぞれあるじゃん、うん、まあ、なんか全部楽しそうみたいな、うんうん、結構なんか自分アイドルの身になって考えちゃった。結構ガチめに、
が中2でリリースされたとしたら、そう、うん、考えて、でまあやっぱり自分的にはあんま可愛い路線よりちょっと大人っぽいかっこいい方が好みだし、椿とかなんかザ清楚みたいな女の子みたいなのがあんまり得意じゃないから、大人っぽい感じのイメージのジュースジュース、まあ、アンジュルムもかっこいいんだけど、うん、ちょっと陽キャ集団すぎて自分は陰キャなのでちゃんと馴染めないかなっていう、うん、感じかな。じゃあビヨーンズとかさ、語りとか、そうビヨーンズもその楽しそうと思って、曲がさ演技みたいなあったりとかして楽しそうって思ったんだけど、いろいろ考慮した上でジュースジュースかなっていう、何よりやっぱ歌ってて楽しそうな曲が多いから、うん、だからさっきも聞いたけどやっぱ選べないよね、うん、なんか全部そう、なんか歌えたらめっちゃ楽しそうみたいな曲が多いから、うんうん、なんかすごいやってみたいなって感じ。あとジュースジュースは結構前も話したけどスタイルがめっちゃいいじゃん、うん、だからスタイリッシュなイメージがあるんで、自分まあ一応身長はちょっとあるからもうちょっと痩せたら並べるかなっていう安易な希望を、うんうん、歌もさ周りがみんな上手いし、うんうん、スタイルもみんないいから、うんうん、それを目指していけそうやね、身近でね、モチベーションがすごい目標みたいな、そうそう上がりそう、そうそうそう。あとジュースジュースは歌とか上手な子が多いし、まあ、レイレイがボイパーしてたりするから、こうアカペラで歌うみたいなのとかもやってみたい。拳ファクトリー、あそうそう、拳がやってたみたいな感じでやりたい、うん、まあ、今はもうやってほしいし、いうメンバーにやってほしいし、自分が入ったとしたらなんかそういうのもやってみたいなっていう、うん、楽しそう。衣装とかは、うーん、まあもう自分でアンジュルム、自分今の自分がアンジュルムの衣装を着てるっていうのを、まあ、仮に想像したとしたら、うん、アンジュルムってカジュアルな服をみんなちょっと違う路線で、うん、 そうだね、それぞれって感じだもん、そうそう着てるとかあるから、うん、なんだったら、まあ、帽子僕かぶって、うん、ダボめの T シャツと、うん、ダボめの服みたいなの着てたらなんか紛れそうなんじゃないかな、部屋着やん部屋着のなんかやつ紛れてるって言ったら、そうそうそう、ちょっとそういう系でいけばいけるかな。やっぱそのフリフリの衣装ちょっと着るのちょっと僕無理かなさすがに、まあまあそこはね、うん、想像したらね、うんうんうん、でもそれこそさパンツ姿とかでも結構あるじゃん、うんうん、メンバーによっては全員スカートじゃないかったりするから、うん、全然ありやね、なじめるんじゃない、うん、もしかしたらね、そうそう、一番最初にできたらバレるかもしれんけど、一番最後尾にこうみんな出てきた後に並んでたりしたりすると、うん、まあ、気づかれないかなうん、想像したら面白いね、うんうんうん、どんどんみんながこう、ね、出てきて、うんうん、一番後ろに巨人が出てきたけどまあまあまあ、うんうんうん、新加入かな、うん、衣装か、衣装難しいな、うん、なんだろう、まあ、そのライブごとに好きな衣装ってあるやんか、うん、モーニング娘。とか、うん、まあ、ほとんどモーニング娘。のライブしか見てないんで、うん、そうだね、私たちはモーニングが一番好きだからね、うんうん、衣装とかはね、わからないけど、うん、ブランデューモーニングとかの衣装、ジュースジュースは結構キラキラな感じのイメージ、うん、でもなんかシンプルめ、その単色の結構シンプルめ、 あんまごちゃごちゃ柄とかないイメージがあって、うん、なんかあと赤とか黒とかが多いイメージがあるから、うん、自分はその色が好きだから赤か黒がいいかな、あのちょっとかっこいいめな衣装がいい、似合いそう、そうだったら、うん、うん、まあ、とにかくちょっと痩せないと無理ねあそこに入るんだそうそうそう、露出多いじゃんやっぱみんなどのグループもね、そう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 、絶対足は出す、そうそうそう、みんな露出と高いから、まあその足を出さない、腕出さないみたいな担当みたいな、うんうんうん、ね、露出まあまあある人、ちょっとずつデザインが違ったりするもんね、そうそう、うん、パンツ担当とか、そう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 、フリフリスカート担当みたいな、うん、このグループに入るか結構考えるのはなかなかね難しかったよね、うん、でもなんか意外と最推しのモーニングじゃないのっていうのはあったよね、うん、難しいなモーニング娘。はな、だって厳しそうだもんね、うん、はい、そんな感じです、はい、はい、では今回はそういう話をしていきました。はい、皆さんはどのグループに入りたいとかあるかなよかったらコメントしてください、はい、じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。